はいどうも皆さんこんにちは、ワイテルズのキリアンです。ブルクです。シャクンです。お願いします。よろしくお願いします。よしよしよし。今回はこの3人で、なんだっけ、脱出マップをやろうと思うんですよね。はい、なんていう題名ですか。その名も時の事件。しらじらしくない？そういう系じゃないでしょ。そういう系じゃなの？そういう系じゃないと思う、多分。ああ、おっさん。普通の脱出マップ、多分ホラーとかじゃないと思う。わかんない、やってないと。ああ、じゃあ一応、初めに。コメントも読みながらやるか。そうだね、頑張って読みましょう。すごく PVP やりそうなメンバーですね。やらないです。PVP 最近、もうちょっと腕落ちてる。みんなやってないから。ほんと、みんな下手になってるよ、絶対。僕は強いよ、僕は。嘘をつ。僕は常に PVP してる。はいはい。はいはい、じゃあ、はい。はい。死ぬじゃん、下ってるよ。はい、下ってる。下ってるっていう方が下ってんの。読みます。この度はハイワールド、思い出の部屋？本当に？え？なんか名前違うんだ。まあいいや。思い出の部屋かもしれない。思い出の部屋っていうタイトル、最初のアップだったかもしれない。わかんない。なんか、まあいいや、時の事件簿っていうのをダウンロードしたら、思い出の部屋っていうダスマップが出てきたっていう。そう。もしかしたら思い出の部屋かもしれない。思い出の部屋なのかな、これ。まあまあ、じゃあ。思い出入ってんじゃない今。当マップは、レインボーロードに続き、本作で2作目、そして思い出シリーズの1作目となります。本当にダウンロードした君。ダウンロードしたはずなんだけど。ここでコメント、ここでカットしたら、グダグダってコメントしかないよ。やばい。ちょっとグダグダ以外のコメントを送ってくださいね。ググいつも通り完璧なオープニングですねっていうコメントで埋めてください。そしたら始まるんで。そう思われるみたいな。ワイテルズ最高って。やばい、グダ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 、下りすぎ。やばい、ちょっとグダグダって言わないで。おー、皆さんありがとうございます。いつも通り完璧なオープニングですね。じゃあ、始めまーす。はい。あ、来た。お、時の事件簿だ。時の事件簿じゃん。まあ、じゃあ行っていきましょう、早速。何これ？テレポーター、過去の世界行く。時の事件簿だから何？なんかね、時間を行き来するらしいんでね、過去と未来を。マジ、まあ、さ普段からできるけど。そっか。あ、じゃあもう、脱出しようよ。なんもないよ。なんもないね。隙間要素あんのこれ。いや、わかんない。でもなんか思いっきり隙間あるけど、ね。ボタンある、ボタン。どこ？ここ。え？ここ。あ、ほんとだ。押してみて。それ、扉のボタンじゃないの？いや、上。押せる？ああ。あ、押せた。あ、見てみて。お、何者かの手記？結構むずくね、今のボタン。手記読んでみますか。彼の始まりは一番左下。彼はここにはいられない。彼は前に3つ進んだ。そして彼は左に2つ進んだ。彼はまた左に3つ進んだ。何言ってんの？最後に彼は右に2つ進みたかった。でも彼はなぜか誰かに拒まれた気がした。だから進まなかった。いや、進むことができなかったのかもしれない。こっちの中わかんないな、これ読んでもわかんないね。わかんないね。誰かがこの本を手にした時、彼と彼女はもういないのかもしれない。そして次はあなたの番なのかもしれない。ん？どういうことだ？なんかこっちの部屋じゃない？こっちの部屋。どっかから何かが始まるんだよね。多分。もう一個の部屋行こう。オッケー。なんかある？え？何これ？何これ？ん？なんだこれ？ここはあれの話じゃなくて。あ、ここだけ行けないんだ。あ、これじゃね？なんか、右行って左行ってとかさ、これだよ、多分。え？いや、ただこれ囲まれてるだけだよ、これ。ここが囲まれてるだけ。ほんとだ。これは囲まれてるだけか。うん、で、なんか、あるよ。見てみよう。あれ？ない。右に、なんか、パスワードキーについて。パスワードキー。パスワードキー。あるものを隠すために、私だけしかパスワードキーに接続できないように設定しておいた。これの解除は私しかできないようになっている。やはり指紋認証式に改造しておいてよかったと思っている。昔は誰でも接続できる状態だったが、もう私も長くはない。私がこの世からいなくなれば、あれは永遠に闇に葬り去られたことになるのだろう。
なるほど。はい、でもさ、指紋認証式になってるらしいよ。ね、ね、なんかもう。じゃあ、縁も固い。じゃあ、この下の指をさ、切り離して。切るの？そういうゲームなんだ。だってこの人のこの言い方的にもうなんか死んじゃった人とかじゃないの。だから死体探して指を切り取ってくるみたいなやつじゃない。やば。これかっこいい。行ってみる。あー、中目さんどうも。中目さんワールド入れます今。てか、喋れます？あ、喋ってなかったわ。あー、どうも。喋ってなかったわって何？あ、喋ってなかったわ。あー、なんかあるじゃん。あ？え、ボタン。え、これ。ドアじゃないの？え？なんか言ってるよ。え？ああ。書斎だ。カビの匂いがすごいな。え、僕なんかそれ出てないけど、チャット。え？いや、俺見えてる。お、じゃあ、近くにいる人が見えるんじゃない？多分。押してみてくれるか、あ、ほんとだ。なるほど。カビの匂いがすごいな。多分さ、これさ、なんか過去に行けるんでしょ、これで。うん、多分別の場所に移動できる。ああ。え？あ、看板押したらいけた。あ、看板？あ、そうなんだ。あ、なんだ。そういうことだよ。え？来て。あ、ほんとだ。来た。ん？俺とブルックこれ合ってんのか、これ。あれ？テレポーティングナウって書いてあるね。なるほど。なったよ。え、めっちゃ時間かかるんだけど。時間かかる。2人同時に押しちゃったとかじゃないの？ 0.1 秒ぐらいだったから。多分ジャンプしないと下のあれパネルが。あれ？俺とブルック次元の狭間に取り残された、ね、俺も取り残された俺はあれでもいやあれ俺もだみんな俺のとこ来て TB あ来たここも過去なのでここが未来だ過去だと思うあここが過去なのそうここが過去だ多分ねカビの匂いしないんだよだ今のカットされるからほらほら書斎だグダグダとかがないに掃除されているおおなるほどねカビ臭くないさっきここに ここにあったボタンもないね。多分あっちの部屋関係あるんじゃない？パスワードのあっちじゃない？そうだから。今はもう指紙認証じゃないんでしょ。これ編集したの動画ない。残ります。Go to なんとか。おい、どこ行った？おい、勝手にやるなよそういうこと。え、ちょっと待って。なんかやばいとこ来た。ちょっと待ってって。ああなんか。左から順に素早く。あ、これが多分さっきのだよ。あー、3桁の、なんか数字打ち込むんだ。うん。ダイヤエメラルド。あ、これ、これ多分この本使うんじゃないの？わかんないけど。でしょうね。それ、ちょうだい。返す。ちょっと待って。はい、ちょうだい。このネタって今の世代わかんないよね。え、俺もわかんないんだけど。なんだっけなんかの CM？ ニモだよ。ニモの。あー、あのペリカンか。そう。ペリカン。ペリカンだっけなんか。ペリカンかな。カモメだっけみたいな。カモメだ。そうカモメが飛んだ。ウミネコかな。何してんの？グダってるず。今グダってる時間。今グダってたちょっと。あ、ちょっとグダってた。てかあれでこれ20分ぐらいで脱出よ何？できるやつなの？できるやつだけど。待って頑張ろう。もうすぐ20分経つよ。やばい何も始まってない。多分これ1割も進んでないよ。本読んでみますか。はい。じゃあ本読みます。彼の始まりは一番左下。うん。彼はここにはいられない。違うかい？いや、多分ここにはいられないだから、多分。押せないボタンとかじゃないの？あ、そういうこと？多分。違う。それともここの辺だ。そもそもここでは使わないっていう説ね。うん、それもある。ここじゃないと思う。いや、ここじゃないし、多分まだここ来るの早い気がするけどね、ちょっと。って帰り方わかんない、帰り方。これ帰り。あ、帰れた。一回帰ろう。でもさ、他に何かあったっけ？この奥のチェストとか見てないでしょ？てかさ、見たよ。見た？あんま入ってない。隙間は？ない？隙間はわかんないけど、でも、あの部屋のエンチャント台の下になんか。あれ、エンチャント台の下にエンチャント台あるだけだよ。それだ？裏側？ないね。あ、あった！はい、粘り気のある物体。嘘？どこ？このエンチャ台の隙間からエンチャ台の下行ける。あ、これか。あ、ほんとだ。持ってるだけで気持ち悪い。エンチャ台の下からエンチャ台の下。え、じゃあ、持ったらダメじゃん。気持ち悪いの。待って、待って。ブレックのポジションからだったら取れると思う。ああ、ブレックといて。ブレックといて。あ、ここね。あ、ほんとだ。古びた物入れ。あ、そこか。
隙間要素バリバリやん。バリバリやん。隙間あるけど、でも粘り気がある。なるほど。一応もらっておきますか。え、それ粘り気あるけどいいの。あっちの部屋でも、じゃあ、未来行くとりあえず。とりあえず未来行ってみる。ヒントになりそうな本はこれだけ。うら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 、粘り気だ。粘り気だ。何個しかないの。じゃあ行かね、未来。未来行って。じゃあ一人一人ずつ。ブルクが行った。行った。行った。ブルク行った行った。着いた。はい、行きます。今、私テレポート中です。はい、行きました。手間かかんのこれ。まあ、え、これさ、何用のマップなの。いや、わかんない。これ確か一人用だった気がするよ。待った。え、詰まった？詰まった。これ一人用。まあ、マルチならまず詰まることないよな。いや、たシングル用だと思うけど。まあまあまあ。僕たちは4人で1人だし、まあいいんじゃない？そうそうそう。粘り気の何？粘り気がある、粘り気のある物体。それで霜取れるとか、そういうオチ？ああ。え、だからやっぱ死体探すんじゃ。あ！何？何？来て来て、この部屋。はい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 。何？ああ、え？何？中目。はい。おお！これだよ、左に。これだよ、多分。左に進んだわ。これだこれだ。多分リセットしないとダメなんでしょ。多分これリセットボタンじゃない。じゃあこれがちょっと。あ、待って、これ喋ってる喋ってる。誰か押すんだ。これ喋ってる。どこどこ、このボタン。そう、本当だ。なんだこの部屋は、加圧板だらけじゃないか。そうだな。じゃああれだよ、中身じゃない、キリアン。ここにからね。あったからキリアンがやって。じゃあ本読みながら左下から一回ボタン下から戻して、左、彼は左下、一番左下。で、3つ進んで。ここが左下ってことは、向こうを上に見るってことでしょ。そうだね。彼はここにはいられない。彼は前に3つ進んだ。1、2、3。あれ、左なんかないんだ。左行けない。あ、じゃあ違うか。こっちを向くのか。ん？いや、でも違うよな。彼の始まりは一番左下。一番左下で左に行けるわけないよな。じゃあ、左下がスタート。がもう敵だからは。左下がどこかわかんないってこと。でもさ、左下から始まってそれ以上左に行くって不可能じゃね。うん。場所。あ、わかった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 。うん。ここにはいられないってマグマのことじゃない。うん、そうかなって思ったけど。ああ、なるほど。じゃあそれを。あ、でもほら、一番三ページ目見て、三ページ目見て。左下に始まった彼は、はじめに光る海を左側に見ただから、これが左側に見えるようにすればいいから。どれがどこに見えるの？でもマグマでしょ、光る海って。ああ、そういうことか。あ、そういうことか。そう、だから右上に始まった彼女は初めに背中が汗だらけ。だからこうか。ここからスタート、ここが右。上かな？彼女のスタート位置が多分ここなんだよね。そう、左下はここじゃん。で、うん、左手に光る海を見たってことは、こっちを向いてたってことじゃないの、彼は。ああ、じゃあ、ま、前3個はこっちってことだ。それならできる。それでやってみて。じゃあ、彼は、前に3つ進んだでしょ。うん。1、2、3。で、左に2つ。さらに3つ。で、さらに3つ。さらに、これってさ、こっち、左ってこっちかな。多分、向いてる方向一緒じゃない？ずっと一緒じゃない？さらに。多分、今の方向に3つ進むんじゃない？本当？いや、カッパの向き関係ある気がする。多分、関係あると思う。変えるでしょ。だから、左に3つ進んだから、こうでしょ。戻ろう。うん。で、右に進みたかった。進みたかったんだ、キリア。何もならないな。何も起きない。ダメか。じゃあ彼女からやってみる。彼女やってみるか。彼女の始まりは一番右上。で、ここで、こっちを背中って。まあでも、そこボタン押せないもんね。あ、じゃあ多分ボタン関係ないわ。で、初めに一つ、前へ進んだ。はい。うん。で、右に2つ進んだ。はい。1、2。で、左に4つ進んだ。1、2、3、4。その後左に1つ進んだ。うん。最後に右に一つ進んだ。はい。うん。進んだよ。彼女は望む場所へとたどり着いたらしい。たどり着きました？たどり着いたのかな、これ。え、これさ、なんか見た感じさ、あれじゃない？彼氏じゃねえ。彼と彼女さ、
同じ場所じゃない？違うかな。左下に始まった彼が望む場所に行くのを拒まれたのは、右下彼女としてその彼が扉が開く。だからさ、これさ、あれじゃね？これ重量感圧板だから、なんかアイテム置いて。そうだ、それだ。これが一つでしょ。で、あと、じゃあさっきの粘着玉置いとく。ほら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 。なになに？あ、なんか来た。なんか来た。なんか割れたよ、今。あ、割れたからあそこだ。真ん中だ。あ、ほら。開いた開いた開いた。イエーイ。来た。なになに見てない。俺も、バネ見よう。何が起こったか分かんなかった。だから、その彼の到着したところと彼女の到着したところを同時に押したら、うん、あ、そういうことか。ここが開いたってこと。なるほどね。下手したら最初さ、なんか全員でカチャ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 やってる時にバーンと開く可能性もあったと。なるほどね。だから一人でしょな。じゃあ、え、あるよ、なんか。ボタンあるよ、ボタン。ボタン押さないの。押してみる。多分喋るだけだよね。過去に彼はここで亡くなったんだよな。え？あ、なんか、待ってね。なんか分からなかった、今。あ、開けたのか。便所、便所。何がある？これ、絶対下のかまどあるじゃん、なんか。見るか。このさ、大釜の下って見れないの？あ、あんじゃん、トイレの下、古びた本。はてなはてなはてな。ほんとだ。読みまーす。古びた本。わぁ、なにこれ。えね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 え。ピ、えね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 え。あ、これさっきの。さっきのじゃない？これ半導体。あ、違うか。そんな難しいの、これ。P 半導体とかじゃないの。